この物件 A、物件 B、2つある中で、皆様であればどちらの物件を選びますか？皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関するさまざまな情報を発信しております。今回の動画のテーマは富裕層の一等不動産投資シリーズ1物件選定のコツというテーマでお話をしていきたいと思います。私たちのお客様である、富裕層の方のような方は、不動産投資をされるんですけども、区分マンション、一棟不動産があって部屋ごとに、分けられている不動産ではなくて、資産に対する、インパクトとか、ドラスティックな相続対策であったりを目的として一棟そのまま不動産を、投資所有されることが非常に多いです。そういったところで、これはシリーズものでやっていきたいと思うのですが、一棟不動産投資、非常に金額が大きい投資になるんですけれども、どういうふうに進めてい、くべきなのかというのを、手順を追って、シリーズものにして、お届けしていきたいと思います。今回は、一棟不動産投資の中でも一番最初になる、物件選定のコツというテーマでお話をしていきたいと思います。まず最初に一棟不動産投資の流れ、手続き、予定っていうのを見ていきたいと思います。はい、この9つが一棟不動産投資の大まかな流れになるんですね。これはまあ区分の不動産投資もあまり変わらないんですけど、不動産投資全般の流れっていうイメージですかね。最初に物件選定1つ目ありまして、その後融資事前の相談、融資、銀行に対して相談ですね。これは融資を活用する場合ですけど、不動産の場合は大体活用するので、融資相談が2つ目、購入申込書提出、条件調整、契約書作成、売買契約、ローン審査、本審査ですね。で融資承認で、最後に、決済引き渡し。この中でどこが一番大事かっていうと、実は最初の方なんですね。物件をどれにするかっていう選定のところと、あとは、2つ目の融資、この2つがかなり重要で、不動産投資の成否を決める重要な根拠になってきますので、今回はその中の物件選定についてまずお話をしていきたいと思います。それでは皆さんに最初、クイズを出させていただきたいんですけども、この物件 A、物件 B、2つある中で、皆様であればどちらの物件を選びますか、というクイズになります。物件 A の方は、杉並区、東京の杉並区ですね。高井戸駅っていう、渋谷から、その辺遠くの十数分ぐらいですかね、徒歩5分なんで結構立地がいい、物件金額 4.1 億円の物件で、一棟の RC っていうのは、鉄筋コンクリートっていうすごく頑丈な、物件ですね。20部屋、築14年で表面利回り 5.2%。 物件 B の方は熊本なんですけども、築年数とか一緒ぐらいですけど、大きく違うのが表面利回りですね。これが 8% っていうことなので、物件 B の方が収益性が高いということで、ちょっと考えてみていただければと思います。はい、ありがとうございます。でこれどちらも答えは、ちょっとないんですけど、こういう A の方はこういう人が向いてます、 B の方は、こういう人が向いてますっていうのは、言えるところは確かにあるので、そこをお話ししていきたいと思います。物件 A の方はどういう方が向いてるかっていうと、現預金が豊富に持っていて、結構ドラスティックな相続対策が必要な方、つまりまあ富裕層、お金をたくさん持っている富裕層の方に向いている物件っていうのが A の物件です。で一方で頭金そんなたくさん出せないんだけど、所得税対策を、しなきゃいけない、すごく収入が、給料が高くて税金が高いので所得税対策が必要とか、あとは高い収益性のものに投資してキャッシュフローたくさん欲しい、そういう投資家の方に向いているのが物件 B ですと、こういった違いがそれぞれ、あるんですね。なので、絶対にこの投資物件がいいとかあれがいいっていうのはちょっと間違えていまして、その方の属性と投資目的に合った物件が存在するので、それが自分にとって最適なものを探すのが一番大事ということになります。はい、でこれはですね、不動産の検討項目ですね、いろいろあるんですけども、代表的なのは5つ、築年数、エリア、どの場所かですね。あとはスケール、これは区分か一等か、区体っていうのは、木造とか
鉄筋コンクリートですね、あとは用途とかによってそれぞれ、物件の特徴がありますと。で、富裕層の方は比較的こういうのを選ぶっていう、の一応の答えもありますので一緒に見ていきたいと思います。一番上のまず築年数ですね。新しい物件か古い物件、特徴としては新しければ新しいほど物件の利回りは低くなると。で、古ければ古いほど利回りというのは高くなるので、どっちがいいかというのはあるんですけども、基本的には新築はすごく新築プレミアムが乗っていて割高に放置されているので、新築が一番高いんです。そこからこうすごい勢いでガーッと下がってですね、築10年から15年ぐらいで、すごく緩やかになって20年目以降はとかはこう比較的なだらかになるっていうところなので、このどの物件選ぶかっていうところだと、まあ、少し古めの中古の物件で収益性が高いものを選ぶっていうのが、私たちのご提案としても多い富裕層の選択として多い傾向かと思います。2つ目のエリアですね、都心がいいか地方がいいかっていうところなんですけども、まあ、収益性が高いのはやっぱ地方で、都心の方が、利回りが低いです。ただ一方で逆に言うとですけど、都心は空室リスクとか家賃が下落していくリスクも低いんですね。で、一方で地方は、そのリスクが高いというところで、これはまあ債券とかに似てるんですけども、リスクが高い債券ほど利回りが高いというまあところはあるので、富裕層の方は比較的どっちを選ぶかっていうと、都心の利回りがそこまで高くない物件を選びます。なぜかというと資産性がまあ高くて残るものが、建物部分は全部劣化するんですけど資産価値が高い土地がちゃんと残るっていうのと、あとは相続税の税務メリットが高いので収益性が低くても都心の物件を選ぶっていう傾向が高くなります。次にスケールですね。区分化一等化、まあ、これも銀行評価にちょっと実は関わってきますと。区分は最近 の, あの銀行評価はすごく低くてローンがつきづらいんですけども、一等は評価が高いので、まあ、比較的一等の方が取り組みやすいのかと、銀行のことを考えるとですね多いのかなと思います。区分も、プロパーローンと言われるローンだと、引きづらいんですけども、定型ローンというのが世の中にありまして、そういうものだと比較的投資しやすいと思います。付帯ですね。これは、まあ、比較的やっぱり RC、頑丈なやつですね。耐用年数っていうのが長いので融資期間を長く取れるっていう意味で、まあ、木造よりは RC の物件を選ぶ方が圧倒的に多いかと思います。用途ですね。これはまあコロナで結構露呈しましたけど、商業物件っていうのは、まあ、かなり、賃貸需要が不安定になったり、こういう景気が悪くなると空室であったりがかなり長引いたりする可能性もあるので、比較的リスクが高いというところで、まあ、住居がやっぱり賃貸需要が安定しているということで、まあ、投資とか税金の対策とかには向いているということで、選ばれる方が多いのかと思います。はい、そういったところで、物件選定のコツとして、私たちがよくお客様に、まあ、富裕層の比較的お客様にご提案している選定基準としては、こういうものが挙げられると思います。1つ目が、都内の小売地であると。賃貸需要が高い駅っていうのは、まあ、東京の中でも、主要駅ですね、新宿池袋とか、まあ、六本木東京駅上野駅とか、ああいう主要駅に、まあ、少なくても10分から20分ぐらいで電車で行けるような、まあ、賃貸需要が高い駅ですねから徒歩10分ぐらいの、都内小売地の物件を選ぶのがいいのかなと思います。これは一つの選定基準で、2つ目が RC ですね、鉄筋コンクリート造がいいと。で、3つ目が一棟マンション、ワンルーム 1K タイプなどの単身中心がいいと思います。で、4つ目が築10年から20年前後の中古物件がいいと。これ先ほどご説明してきましたけど、新築であるほど割高ですと。でそこから価値が徐々に下がっていて、下方向直線があるので下げ止まりしてきますということなので、築10年20年いいんですけど、まあ、古ければ古いほど収益性が高いんだったら、もっと古い方がいいんじゃないかっていう方をおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、別の問題として借入れ期間が古くなればなるほど短くなってしまうので、結構キャッシュフローがきつくなるケースが多いので、まあ、10年か20ぐらいがちょうどいいんじゃないかということでご提案することが多くなっています。で、5つ目が、まあ、表面利回り 5% 以上。都心で高利地だと、やっぱり利回りってのはどうしても低くなるんですけども、まあ、少なくても 5% 以上とかないとですね、逆にキャッシュフローがきつくなってきたりとか、収益性が、低すぎるなと感じるところもあるので、最低 5% ぐらいは確保したいところかと思います。だいたい物件の価格だとだいたい2億円から5億円前後っていうのが、都内の一棟の物件価格と思いますと。で、最後に、順法性に問題なしとありまして、これは必ずチェックする必要があるんですけども、建築基準法に、
違反していたりすると、一回建て壊した後に、また建てられなかったり、思った通りに売却できなかったりとか、あと接道義務って言われる、ちゃんと道路に法律に準じている形で接道しているかとかですね、まあ、そういった順法性とかは、しっかり確認していて、そういうのに違反していない物件を選ぶべきかと思います。まあ、これはあくまでも、私たちのお客様でがこういう基準で、選ぶ方が多いというだけなので、先ほどの最初のお話のように地方でもっと高収益の物件が良くて節税、所得税の節税が目的だという方であれば違うこう選定基準になりますので、これはあくまで一例として受け取っていただければと思います。こういう選定基準を決めた上で、あとは自分の属性、どれぐらい資産があって借り入れができて収入がある、そういったものを一つのフレームワークにしてですね、物件を保有している不動産会社であったりに、こういうものでこういう物件を探しているのでいい物件があったら提案してくださいと、そういうことを伝えて物件情報を収集するというのが一般的な不動産投資、一等不動産投資の進め方で、一番最初の物件選定で重要なポイントかと思います。とそういったところで、今回は、富裕層の一等不動産投資シリーズ1物件選定のコツというテーマでお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。